どうもこんにちは、松井塾の松井です。ヤッホー。はい、それでは本日もやっていきましょうということになるのが、まあだいぶちょっと体が楽になって、元気はつらつオロナミン C という状態になって、まあ動画が撮れる時代になったのかなということになるんですけどね。はい、まあなんかマイメロのママの発言がね、良くないなっていうことですね。なんかマイメロのママの発言がちょっとまたフェミニストにこう炎上させられてるみたいなんですけど、まあいつもと違って全然炎上してないというね。はいね、ただね、ただまあ、フェミニストさんにね、炎上させられてちょっとかわいそうなサンリオさんなんですけど、ここは直した方がいいよっていう風な感じになるんでね、僕があえてね、フェミニストの代わりに、まあ、言っといてあげようかなという風に思いますね。まあマイメロのママはね、もしくはマイメロのママの役割してるっていうか、もしマイメロのママのこの発言書いた人いたらね、まあ松井くんの参考にしていただければなということになります。まあ他の女の人たちもね、よく考えてください。はい、こちらです。はい、女の子が気にしているようなことを言うような男はぶってもいいのよって、これはもう良くない、これも炎上やわ、これも炎上や、もう炎上レベルで言ったら100、レベル100やな。はい、はい、こちらです。はい、女の子が気にしているようなことを言うような男はぶってもいいのよっていう、違うな、これこれ直しましょう、これ直しましょう。はい、これね、女性の皆さんにはっきりときますがね、皆さん油断するとね、すぐブク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 横に太るんですよ、これ。記憶にないですか、皆さん。はい。はい。だから、こう、男の人っていうのはですね、必ず男の人とか旦那さん必ずですね、太ってますよって、あなたちょっと体型が、トド。ね。体型がトドになってきてるんで、痩せてください。はい。あいつちょっと見苦しいぐらい。だから、お正月明けてから太ってませんとか、ちょっと食いすぎちゃいますかとか、ちゃんと言いましょう。ちょっと太もものあたりがちょっとあなた見えないぐらいでやばい。ちょっと二の腕のところがちょっと脂肪つきすぎちゃいますかっていうね。はい。こういうこと、言ってくれる男性、大切にしましょう。もう俺らも全部バンバン言うから。ここ悪いよね、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 ここ悪いよねっていう。絶対ユーマンなんで、はい。もう気がついたらもう絶対ユーマン。いや、言うじゃないですか。男の人に対してみんな、女性の方よく言うじゃないですか、気がついてほしいって。ほらね、察してほしい、気がついてほしい、察します、察します、それはそうですよ。はい、ただ自分にとってですよ、男の人にとって都合が悪いことは察しないですよ。あ、これ食べたいよな、でも俺今焼肉食いたいよな、でもフレンチ食べたいかなと思うけど、それは焼肉食べたいじゃないですか。僕はそこはフレンチを気づいたとしちゃうとですね、僕はフレンチを気づいちゃうと僕焼肉食べに行けないですね。それ気づく必要性ないですよね、僕にね。世界は私を中心に回ってるっていうふうに、男を中心に世界で回ってると思ってるんで、私なんかね。はい、ということなんで、じゃあ太られたら困るわけです。これ太られたら困るわけです。で、隣に歩いてる彼女いますいう話になって、お前なんやよ、そんなブクブクに太って、お前そんなブッサイクになるんやったら俺の隣歩かんといてってなるやん、これ。なりません、これ。嫁さんでも彼女も一緒でしょ。そんなブクブクに太ってお前隣に帰ったら、あ、松井さんなんかデブ戦なんかなとか思ったら、これもうシャリにならんわけですよ。シャリにならんわけですよ。どうしたらいいの、簡単に直しましょうってね。はい、直しましょう。仏前に、言われる前に直しときゃボケってやるんです。お前がさ、知ってないぞっていう。はい、いうことになりますね。はい、なのでこれ、皆さん覚えておいてください。これ、三両の皆さん覚えておいてくださいね。はい、これ、前よりも間違えてますよ。女の子が気にしているようなことを言うような男は、ぶってもいいのよじゃないですか。女の子が気にしているようなことを男に言わしている時点でまずいのよあなたっていう。特にブクブク太るはダメねっていう、言っといてあげましょう。はい、これはまず一つ目っていうですね。はい、二つ目ということになるんですけど、これもちょっと良くないなと思うんですよね。パパは野菜を育てて、ママはパパは育てているのよ。違う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 って、前も教えてやん、俺を前も教えて、何回もこの番組やってやん。パパは野菜を育てて、まあ、仕事でも何でもいいです。野菜ということにしておきましょう、ここはね。ここはいいですけど、パパは野菜を育てて、ママはパパを育てさせていただいてるのよっていうのが俺は正しいことですね。はい。パパっていうのは赤ちゃんよりも大きいんですよ。赤ちゃんよりも大きいんで。赤ちゃんよりも大きいよ。はい。大きいのと小さいのどっちの方が役に立ちますかって話です。ね、どっちの方が要するに、価値が高いですかって、大きい方じゃないですか。わかります？赤ちゃんゴロゴロしてますって、もうなんか可愛らしい感じですよ、これね。お父さんこうゴロゴロしてますって言ったら、こう憎ったらしい感じになりますよね。はい。ということになるわけなんですけども、こう食べるっていうことですね。で、買い物に行ってきてねって言ってお願いをすると余計なものまで買ってくるっていうね。感じであったりとか、はい。なんかもう、要するに一目散に、要するに必要なものだけ最速ルートで帰ってくるから2パターンじゃないか、どっちかって。ロボットかお前っていうパターンが一つと、買ってこいって言ったから、そのまま買ってきたんじゃねえかよって言って、話になるっていうと、いつも使ってる品種と違うやつ買ってくるとか、余計なもの買ってくるっていう感じになるわけじゃないですか。つまり、思った通りに、行かないんですね。行かないんですよ。これってね、でもよく考えてもらったら、同じ品種ってあるんですよ。猫ってあるんですよ。猫って別に、いつらお金も運んでこないし、餌も運んでこないし、何もしないんですよね。で、そうなんか、ただ単純になんかこっち側が要するに世話をするっていう、せんお金払って、ペットショップで高い金払って払ってくるんです。
そうでしょ。じゃあお父さんってどうかなって、猫より扱いがはるかに難しいわけじゃないですか。お父さんとかパパっていうのはもうはるかに難しい。それからこういうことですね。猫と同じで考えてもらえて分かるんですけど、パパは野菜を育て、ママはパパを育てさせていただいているんですよってことです。ここでね、男子職に絶対言っちゃいけないのは一つだけ言うの。ド M やなって絶対言ったらあかんぞ。絶対言うなよ。お前ド M やなって、これあかんぞ、これ。これ死ぬぞ。はい。ということで、唾出ましたが、はい。ということになるんで、これはダメですよ。いいですか？これ、声を大にして言っておきますよ。顔を大にしておきますよ。はい。お前ド M やなって、これ絶対言ったらあかんぞね。はい。ということで、これいきます。はい。こちら次ですね。女の敵はいつだって女なのよ。違うって。ママ違うって、マイメロのママ違うって。女の人同士は一応連合したりとか協力関係したりとかね、ちゃんとやれるから。女の敵はいつだって女の、違う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 ね。富山の米騒動見て、みんなが一致団結して国家転覆仕掛けたからね。太平洋戦争の時とか第二次世界大戦とか、女の人みんなで要するにこう、要するに一生懸命やって火消したりとか、町や村守ったりしてたって、してたって。女の敵はいつだってフェミニストだけなんですよ。これフェミニストってのはこれ女じゃないんですよ、そもそも。女とか男じゃないんですよ、そもそも。女男以前の人間じゃないって俺言ってる。いいですか？普通の女性っていうか、普通の女性は普通の男性、一般ピープルっていうのはないんですけどな。要するに一生懸命何かを仕事したりとか、一生懸命何か社会を良くするために一生懸命頑張ってね、料理を作ったり食事をしたり仕事をしたりとか、まあいろんなことありますけどね。それをする結果、社会が良くなる方向に頑張るって人たちが女性であったり男性であったり人間なわけなんですけども、ツイフェミの人たちとかフェミニストの人たちっていうのは、足を引っ張ってうえーってやって自分とかの PV 稼いで、で広告収入を得て、それで名前を売れて、本を売りつけたり、テレビに自分が独占的に出て、大して調べてもないし、いい加減な情報を話しているにもかかわらず、懐に出演料として5万10万ってどん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 懐に入れていくっていうカスみたいなやつは敵なんですよ。ここちゃんとしてくださいね。ちゃんとしてくださいね。そう、松井先生の言ってるところをちゃんとしっかり分かってる、ちゃんと要するに日々の努力をきっちり頑張りましょうねって女の人たちは絶対敵にならない。絶対敵にならない。女の人同士であってもうまくいく。うん、絶対うまくいく。ちゃんと協力し合うことができる。嫉妬ってのはあるやろね。嫉妬ってのはあるやろけど、ちゃんとその本当に危機にあった時みんなで助け合うことができるから。これ大丈夫だ。これちゃうよ。だから、はい、まめるまま。はい。はい、これはもう良かったね。これは逆に良かった。一度や二度の失敗でくよくよするような男を掴んだら一生の不覚。その通り、大正解。大正解。はい、前目のまま、正解。俺なんか一回や二回の失敗でくよくよ考えたこともないもんね。1万回ぐらい多分失敗してるけど、俺失敗したこといちいちくよくよ考えたりしたことはない。だから次こうしようかっていうのを考えるんですけど、くよくよ悩んでたとしても仕方ないじゃないですか。俺基本的に毎回そうなんですけど、行動してから考えないんで、失敗してから考えない。行動してから考えない。失敗してから考えない。みたいな。あ、ごめんごめん。みたいな。うん。気にすんねつって。なんで俺失敗してんのに、お前の方が偉そうやねん。みたいな。そういうことなんですよ。一度や二度で失敗したら誰でもあるってね。1万回とか10万回。でもよく考えて、失敗して大体自分が困るんやったら困るけど、大体他の人も困ってるから。全く気にしない。いちいち気にしなくていいん。はい。いちいち、ね、男がいちいちですね、ちょっと失敗したぐらいのことでですね、ギャー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 考えるからおかしいんですよ。ね、一度や二度の失敗、見てみ、くよくよした結果、渡部とか、普段からイメージどうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしようとか言って、失敗を恐れて、要するにこうやってやるからとか言って、私はね、イクメンやってますよとか、みたいなことやってるからですね、いや、あんな1回、2回失敗したぐらいですね、いやーもうーって号泣したりとか、なんかバカみたいなことになってるわけですよ。ね、ガクトとかもそうですね。ガクトとかも一流芸能人ですみたいな面が多いんですね。失敗したらどうしよう、失敗したらどうしようみたいな、しょうもない生き方してるから、こういうことになるわけです、ね。村本とかもそうですよ。村本とかもなんか自分の芸が面白くないのに失敗したらどうしようって思ってるから、俺は左翼でてパ翼だから、そういう風になんか見られても仕方ないんだっていう芸風作って失敗を追いかす。それはダメなんです。失敗ビビってですね、どうしよう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 みたいにやってるから、そういう風になるんです。はい、一度や二度の失敗した、俺失敗したいの、気にしたい。俺別にそう、ほんとそうですよ、ほんとそうよ。なんか振られましたとか言って名前すら覚えてなかったですよ。女性に振られましたって、まあしゃあないよね、うん、そんな俺もかっこいいみたいな。それでいいんですよね。そんな俺がかっこいいみたいな、ね、仕事で失敗しました、あ失敗したなーって、そんな俺もかっこいいみたいな。はい、まあそんな感じですね。まあ男はもう人生で1万回や2万回失敗すると思います。いいですか？考えてから行動しない、行動してから考えない。はい、ということが大事になります。はい、で女性に振られたとか言ってね、もういちいちね気にする必要性は全くない。俺の行く道に女性がついてくるわけです。それできなかったらもうそれはもうしゃあない。もうそれはしゃあないわ。うん。俺の魅力に気がつけなかったらお前が悪いなで終わりよ。そんなもんよ。
そんなもんよ。はい、ということですね。はい、ということでね、これ4つしっかり覚えておいてくださいね。はい、こちら。ね、産業の人たちね、もしあったら松井先生呼んでもらえばね、マイメロママの発言良くないなっていうね、全部言いますから。はい。全然大丈夫ですか。俺ちゃんと使ってもらえば炎上しないですから大丈夫ですから。はい。女の子が気にしているようなことを言うような男はぶってもいいのよ。違うよって。直さなあかんよって。太ってたら直さなあかんよって。はい。これちゃんと言ってあげましょう。はい。そして2つ目、こちらですね。パパは野菜を育て、ママはパパを育てさせていただいてるのよっていうね、これが大事なところですね。はい。でこちら、女の敵はいつだってフェミニストかっこ仮装女なのよっていうね。はい。一度や二度の失敗でくよくよするような男を掴んだら一生の深くグッジョブ。はい、ということです。ということでね、新しい時代になるためにですね、まあダイヤモンドとかマスコミとか気持ち悪い男とか、まあサイボーズの社長とかね、気持ち悪いおっさんとかにですね、毒されないように皆さんはね、もう時代も松井先生ですから、はい、まあアンチフェミニストとか言うんですけど、よく言うんですが、アンチフェミニストじゃないです。アンチフェミニストじゃないです。全然アンチフェミニストじゃない。はい。もう時代はもう俺を中心に言ってるからね、王様でお子様で俺様なね、男がモテるん。残念ながら。残念ながらそうなのって話です。だから時代ってのはそういう感じになってくるから、時代はあのマスコミが作るもんじゃなくて俺が作るもんやから、うん、マスコミ何言ってんのって、お前時代遅れのお前新聞記者とかお前時代遅れの連中が何喋っとんねんかすって話ですね。はい、ということです。はい、とかね、サイボーズの気持ち悪い社長にならないね、朝日新聞や毎日新聞の記者みたいにならないね、マスコミにならない、ツイフェミとかアホみたいな連中にならないね、男は黙って札幌ビール。さあ、それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。はい、今日もマイルドな動画でした。